日本の半導体産業中心を担ったのは九州であり、1967年その地に初めて半導体工場を作ったのは三菱電機でした。パワー半導体とは、家電や鉄道、電気自動車など幅広い用途で電気エネルギーの制御や供給の役割を担っています。半導体産業は豊富な水、それからエネルギー、それから立地ですとか、それから労働力、いろんなものが必要になります。かつて九州は半導体の世界シェア約 10% を生産し、シリコンアイランドと呼ばれるようになりました。一時勢いを失ったものの、今再び活況を取り戻しつつあります。三菱電機は1967年九州で初めて熊本に半導体工場を作りました。今では熊本と福岡でパワー半導体や SIC パワー半導体を生産しています。日本はアナログ半導体のものづくりに独特のノウハウを持っております。中でも三菱電機はパワー半導体においては社内のさまざまな機器事業の製品に搭載できるので、より多くの知見を得られ、お客様の市場での高い信頼性を獲得しています。シークは20年前に設立されて、産官学連携の活動を推進する母体になっております。近年では九州経済産業局と共同で、九州地区における人材育成およびサプライチェーンの強靭化を積極的に進めております。三菱電機パワーデバイス製作所におきましても、出前授業であったりとか工場見学など地域貢献活動に積極的に参加をしております。九州における半導体の生産額は16年ぶりに1兆円を超える高い水準となっております。国内半導体の5割が九州で生産されています。国内外の多くの企業が九州で未来を見据えた設備投資を積極的に実施しております。経済およびエネルギー安全保障の問題から、今後メイドインジャパンのパワー半導体というのはますます重要になってくると思っています。当社の、そして国内のパワー半導体メーカーのビジネスは今後さらに拡大すると想定されます。三菱電機グループはエレベーターなど暮らしに身近な製品から、工場、オフィス向け産業分野、電力鉄道システムといった社会インフラまで幅広い分野の製品ソリューションを提供しています。カーボンニュートラルをはじめとする社会課題の解決と事業の成長を両立させるトレードオンの取り組みを加速させていきます。新工場は熊本で2025年11月、福岡で2026年10月、稼働開始を目指して建設中です。生産から出荷まで一貫して対応できる体制を整えてまいります。パワー半導体は未来を明るくする半導体だと思っています。今後も市場ニーズに合わせた価値と満足を提供できるパワー半導体を供給します。日本のエネルギーをすべて日本の中で賄う、そのようなことがパワー半導体をうまく使えばできると思っています。